日本製鉄トランティキシートランティキシーブランドロゴトランティキシーは2017年によりリリースされている日本製鉄の異装性チタン製品群ブランドトランティキシーネーミング概念図交代色軽量高強度のチタンに異装性を付加する固有技術製品群を2017年に日本製鉄旧新日鉄スミキンがブランド化したものキーワードは 地を超える素材。高体色、軽量、高強度のチタン固有性能を発揮することで、実現される超寿命化、軽量化と異常性を組み合わせることで、表現された美しさが時代を超えることをコンセプトとしている。ベースのチタンは99.9%純度の純チタンを使用。異常性、以下3つの要素による掛け合わせにより自在な表現を実現。 トランティキシーカラー干渉色メカニズム蒸気を表現できるだけでなく中長期で異装性を維持するに耐える技術の裏付けのある世界初の異装性特化のチタン製品群であるチタン固有性能による超寿命、軽量特性と自在な美の表現をデザイナーをはじめとした表現者に提案しており一部の高級建築を手掛ける建築家、建築設計事務所による 採用事例が比較的多い。チタンそのものが戦後直後の1947年に工業化された点、建材での適用は1970年代の開始である点、根拠となる技術群の確立が2000年代と比較的最近である点から、同ブランドの本格的普及はまだ短所についたばかりだ。一般的な鉄鋼ステンレス等よりも相対的に 初期コストがかかることから採用は限定されるが、中長期のライフサイクルから、公共建築、伝統建築、高級邸宅、高級商業施設向けの外装、内装への採用事例が着実に増えている。また高い衣装性、退職性による質感が高級素材に匹敵することから、同素材を用いた建築製品のほか、先端機器類、各種装飾品、ラグジュアリー家具、 高級文具等への適用も検討されている。トランティキシーカラー酸化皮膜圧制御によるカラーバリエーショントランティキシーカラーバリエーショントランティキシーカラーアイプゴールドトランティキシーテクスチャーダル仕上げトランティキシーテクスチャーブラスト仕上げ結晶テクスチャー製品ハイパーベータトランティキシーブランドによる出荷製品そのものはチタン板製品であり 以降の造形を中心とした加工は、トランティキシーパートナー加工企業により行われる。加工に関するシミュレーション技術、固有ノウハウを、新日鉄住金が保有しており、加工企業への技術提供、技術支援も積極的に実施している。上記より従来素材と比較して、メンテナンスの大幅軽減を見込める事例もあり、初期投資が高くなるものの、 比較的数十年単位と長期間で経済性を発揮する傾向がある。長期間の使用が確実な案件での採用が多い。戦争時本堂トランティキシー一端がわらしように本製鉄における、トランティキシー製造拠点の一つである、直越製造所の所在地、新潟県上越市により、特産品認証制度、メイドイン、上越の2018年度認証を取得。 ありがとうございます。